やっほー、あやでーす。はい、今日はですね、高校時代の話について話していこうと思います。私はですね、本当に歴史を刻むような高校時代を送っていて、もう本当にたくさん面白い話があるのでね、ぜひこれを聞いて、すごいみんなが笑顔になってくれればなと思ってます。イエイイエイ。ということで、今高校時代の話をするということでね、高校時代の制服を決めました。見ての通り、私の高校ってすごい制服が可愛いんですね。で、これをきっかけに私はこの高校に入ったんですよ。もう制服が可愛い、校舎が綺麗、文化祭楽しそう、イエイイエイってことで、この高校を選んだんですけど、もうこの高校を選んでから私の地獄の生活はもうスタートされました。はい、まずはですね、入学式当日にスカートを切ったんですね。私みんな切ってると思ってて、で切ったらなんか私だけなんかスカート短くねってなって、それで入学式当日からも先生を全員敵に回したんですね、私は。ね、それで案の定、これ切ってるよねみたいな言われて、これじゃあもう学校通えないから今すぐ買い直してみたいな言われて、あいにく長いスカートと短いスカートがあったので、長いスカートを履いて登校する生活が始まって、そっからね、私はもう入学式当日からスカートを切った女っていうことで、先生からもうみんなにもうあいつはやばい女みたいな感じで扱われるようになったんですね。で、なんか1年生の時の担任の先生が学年で一番偉い人みたいになっちゃって、もう本当にその人がもうめちゃめちゃうざくて、なんかもう喋り方がまずうざいのに、なんか中町さん黒板消してくださいみたいな感じの人で、だからもう本当に暑苦しくて、何こいつと思ってたんだけど、もうなんかとりあえずなんかその人デブなのね。それでなんかその人の授業がなんか簿記なの。なんか商業高校だから簿記があって、でなんか簿記の紀藤先生って言うんだけど、なんかちょっとあれ大丈夫そうみたいな感じなんですけど、その先生がいたんだけど、その先生の授業の受け方がなんかめちゃめちゃなんかうざくて、ちょこちょこ簿記の授業なのになんか自分の息子自慢をちょこちょこ入れてくんのね。でそれで私の息子ももうそろ2歳なんですけどね、どうでもいいですけどみたいな、本当にどうでもよくてびっくりみたいな、本当にどうでもいいじゃん、びっくり、なんでいきなり息子の2歳の誕生日言い始めたんだろう、どうしたんだろうと思って、自慢したいのはわかるよ、ただ本当に興味ないごめんだけど。で、本当に私がもうこの高校生活でもう一番バトった先生がいて、その人の先生との出会いは1年生の時に国語の授業の担当の先生だったんですね。で、それでもうその人はもう本当に癖が強くて、なんか、どっかの宗教入ってますっていうぐらい、本当になんか、何かに取り憑かれてるみたいな感じの性格だったんですよ。で、それで、名前を呼ぶところから、みんなに死をつけんの。高町死とか、斎藤死みたいな、全部死をつけんのね。もう意味わかんないじゃん。意味わかんなくて、私も本当意味わかんなかったよ、正直。本当に意味わかんなくて。で、意味わかんないなと思ってたんだけど、なんか国語の授業の仕方も、本当にもう、宗教みたいな仕方の、なんかまず授業始まる前に漢字テストがあってみたいな、高校になってもさ漢字テストってあるのみたいな、なんか始まる前に漢字テストなあんのと思ってびっくりしちゃったんだけど、それで漢字テストはねまだいいよ。国語ってさ、やっぱ音読をしないといけないわけじゃん。国語の中でも3クラスに分かれるので、それで私のクラスはもう一番その先生に当たったからもう一番最悪のクラスなんだけど、一番めんどくさいクラスだったんだけど、なんか音読をするんだけど、その人数が1クラス15人ぐらいだったのね。だからなんかその15人にぴったりにその文を、その1ページを全部ぴったり全部読めるように、その自分が計算してこの人何行ずつ読めばぴったり読めるみたいなのをやってるから、でもここまで読んでくださいみたいなこと言われないのね。だからはい読んでください、ストップって言われるまで読んでくださいみたいな言われんじゃん。でそれで読むじゃん。でも声がちっちゃかったら声が小さいみたいな言われるの。でも何これみたいな、なんか私合唱団入ってたっけっていう感じで、本当に大きな口でこうやって読まないといけないですね。でそれでもう意味わかんないと思うのが、読むじゃないですか。でそしたらなんかもうその先生もなんか本当に口調すごくこうやって動かして喋る先生だったんですね。こう、本当に、持ってるとかじゃなくて、本当にこうやって喋る先生だったの。本当に。それで、逆になんであんなに口を動かしながら、逆にさ、こんな動かしたら喋れないじゃん。すごいなと思ってて、その先生は旦那さんがいるみたいな話をし始めて、私は20歳ぐらいから子供を産まないと決めてました、みたいな。もう私は産まないと旦那さんにも言ってたし、親にも言ってたし、そう育ってきたので、絶対に産みません、みたいな言ってきて、何びっくりみたいな。
何この人めちゃめちゃ怖いと思ってて、その先生の私生活も本当に全く見えなくて、どこに住んでるとかもなんか全く情報が得られなくて、なんかその先生はなんか森の中に住んでるみたいな噂が立ったんだけど、本当のところはマジで分かんない。未だにどこに住んでて何を食べて生きてるとか本当に分かんないんだけど、本当に謎めいてる人がいて、でその人が本当にその学校をもう全てを仕切ってるみたいなもう感じなの。で、なんか、私の学校って厳しい方なんだけど、本当に厳しい先生と厳しくない先生がもう、はっきり分かれるとこだったの。厳しくない先生は本当何も言わないし、こんくらい化粧してても何も言わないし、なんかスカートも短くても何も言わないみたいな。でも、本当に厳しい先生はちょっとでも、なんか血色が、ちょっとでもなんか唇の血色がいいことかな。リップ塗ってるでしょ、落としなさいみたいなこと言われる学校だったのね。その先生が本当に誰よりも厳しい先生で、もう誰よりもみんなが敵にしてる先生だったの。でそれで私はまあ入学当時にスカートを切っちゃったから、まあその人のターゲットになったわけ。第一ターゲットになっちゃったわけ。まあ国語の授業もさ、担当だからもう悪いことができないわけよ。でそれでもうまあ1年生は静かに生きたんですね。それで2年生になって、2年生からはその担任の先生が緩い方の先生だったの。めちゃめちゃ緩い方の先生で、あ、これならいけると思って、スカートとかも全然短くいってたし、なんか化粧とかも全然してても怒られなくて、あれこれハッピーすぎにゃんみたいな感じで、もう毎日ルン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 って言ってたんですね。でそしたらなんということでしょう、その先生が2年の代がやばいみたいな、なんか調子乗ってるみたいなのになり始めて、もう監視するようになったんですね。でそれでチャリ通のところからもうスタートしてんの、その先生から、その先生から逃げることを。で、その先生がチャリ通の時に、普通さ、門の前で待つとかだったらわかるよ。おはようございますとか言ってる先生わかんじゃん。なんかもう、誰しもが通らなきゃいけないチャリ通の道みたいなところを、なんか、いるの、道路のど真ん中に。みたいな、ここまで来るみたいな、そこ学校の領域じゃないけど大丈夫そうっていうところまで来て、でもこういう黄色い札みたいな、なんかさ、これピピーってなんか回すやつあんじゃん。それで仲間父みたいなの、もうそれでもうツン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 してきて、スカートこれじゃ入れませんよみたいな言われて、やばいみたいな。でもチャリだから逃げれるわけ。えーみたいな言って、こうやってチャリで逃げてたの。そしたらもうその帰った瞬間、ピンポンパンポン、仲町さん、今すぐに職員室に来てください、みたいな言われて、わーたーって思って、でそれで、もう私は職員室にも行きたくなくて、もう職員室にも行かないで、もうその日は絶対に逃げようと思って、もう逃げることを決めたの。もうその次の日はもう、また放送が入って、で、もうやばい、今日も絶対逃げようと思って、今日も絶対逃げると思ったら、案の定、廊下で会ってしまってね、仲町さん、来てください、みたいな言われて、もう、え、なんで来なかったんですかみたいな言われて、なんかその理由を言っても理由になってません、次の理由みたいな、なんか理由を言ってもその理由を否定されんの。あ、なんて言えばいいのみたいな、普通に逃げましたしか言えないじゃん。だから逃げまくって、次そのスカート履いてきたら没収しますみたいな、3年生の卒業式まで没収しますみたいな言われたの、高2の時に。そんなことあると思って、でそれで、まあ、案の定バレたんですね、そのスカートが。でそれで、あ、バレたと思って、まあ、取られたんですけど、私にはもう仲いい先輩がいて、先輩が卒業したんですね、高校を。で、それで、スカートあげるよみたいに言われて、スカートゲットしちゃったんですね、私は。もう、なんということでしょう。もう本当は、短いスカートと長いスカート、1枚ずつしかなかったんですけど、短いスカートを取られて、先輩からもらった短いスカートをゲットしたんですね、私は。もうこれ、勝ったと思って、もうそれを毎日履きまくってたんですよ。そしたらなんか、まあ、バレて、それで、そのスカートはで言われて、先輩からもらいましたって言ったら、もう本当にめちゃめちゃ怒られて、それもあと2回バレたら没収しますみたいな言われて、もうこれは絶対にダメだと思って、これはもう絶対に逃げ切ろうと思って、高2の途中からね、頑張ってそれを履かないで長いスカートだけ履き続けたの。もう高3の文化祭だけは絶対に短いのを履きたいと思って、もう絶対にもう逃げ切ろうと思って、もう履かないようにしてたんですね、そのスカートを。もうめちゃめちゃ、じゃあいざ高3になりました。で今のところもうそのスカートも履いてないし、もう最後の文化祭、もう絶対に短いのを履こうと思って。でも文化祭とかそいつがマジ一番動き出す瞬間なんですね。だから文化祭は本当にその人がもう逃走中のようにこうやってスカート狩りをしていくんですよ。はい没収、はい没収、はい没収みたいな感じで、それでもうやばい、もう人民みんなどんどん周りが取られてってて、でそれで私も絶対逃げ切ろうと思ったんだけど、私たちの台のフロアにその先生が回ってきたの。やばいみたいな感じで、もうみんなでもうやばいやばいみたいな感じになって、みんなでその LINE グループを作って、今ここの何人何組のとこにいるから絶対に行かないでみたいな、そういうなんか情報をくれるグループに入って、でそれでやばいこっち来てるみたいな、やばいみたいな、で先生は私たちが逃げてるところも見えてるのだけど、もうその人はもう
みたいな、もうランウェイ歩いてるかのように、もう私たちのところに一直線に来て、もうやばい終わった終わったと思って、もうとっさにトイレに隠れることしかできなくて、でこれトイレに隠れて、そしたらガン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 、仲間たちいるの分かってるの、出てきなさい、いるの分かってるの、出てきて、と思って、もうその時はまだ文化祭1日目だったので、2日目があのみんなが見に来れる日みたいな感じだったから、もう終わったと思って、もう出ないと無理じゃん、こんな場所も分かれてこんなトントンされて、でそれが出てて、スカートもう履かないって言ったよねあんた、いい加減にしなみたいに言われて、もうガチで怒ってて、もう怖すぎてはいってなっちゃって、でスカートを渡すことになって、でそれで私のあの高校時代のスカート短い時代はあの終了いたしました。はい、すいません、あの本当にあの逃げることはできなくてちょっとあの辛かったです。はい、あとはあの私の学校って本当に容赦なくバカを切り落としていくんですね、本当に容赦なく、なんかさあの毎日学校行ってればまあ卒業はできるっていうのが普通だと思うんだけど、毎日学校行ってても1が1つでもあると容赦なくもうさよならってされるので、それでもう友達とかもどんどんバカが消えてって、もうやばいみたいな、私も最初の方は210人中160ぐらいで、まあ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 ぐらいだったんだけど、高2ぐらいからどん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 200位、206位とか、なんかもう210人中なんだけど207、208とかそのラインにまで行っちゃって、で歴代上その最下位取った人はもう絶対に卒業できてないのね。もう終わったと思って、仲良い友達とかもどんどんバカでもう1がついちゃって辞めてっちゃって、辞めてとか辞めさせられちゃって、やばいみたいな、もうバカがどんどんいなくなっちゃって、次私の番じゃんみたいになって、でそれで案の定高2の3学期ぐらいで最下位を取っちゃったらね、やばい、210位になっちゃったので、もう本当にやばいと思って、先生も頑張ってあの1にしないでくださいって言ってるけど無理そうみたいな言われて、本当にやばいどうしようと思って、そっから高3もう絶対頑張ろうと思って、でも私はどう頑張っても勉強はできないと思ったのね、バカだから、で勉強はできないから私はもう違う手で攻めようと思って、コビを売るっていうねことをね覚え始めて、でも先生とかにも全然授業聞いてないんだけど、え先生これどういう意味ですかみたいなことを言って、もうすごい質問したりして、なんだ中町やる気あんじゃんみたいな感じで思わせて、もうそれでめちゃめちゃコビ売ったので、も案の定まあめちゃめちゃね20何点30何点もう50点台50点以上いくものがなくて、もうあの本当お前やばいよみたいな言われて、本当に誰よりも点数が低かったのだけど1がつかなかったんですね。それで周りは私よりも点数高いのに1になって、なんか本当にあの痛い目に遭ってて、本当なんかすいませんって感じでした。本当に使えるよコビを売るって、だからなんか私は大人にコビを売るっていうことをこの高校生活であの学びました。はいとか、あとは遅刻を5回以上するとあの反省文で毎朝あの掃除みたいなさせられるんだけど、あの私が高3の時に高3でもう自由登校になるみたいな、高3になるとあの登校に日数が少なくなって、あの行かない 1週間に1回とかしか行かなくていいみたいな感じなのね。それで、あもう明日からやった自由登校だみたいな、イエイエイみたいな、明日から何するのみたいな感じで友達と話してたの。それでその前日に学校普通に行って、でもうめちゃめちゃお腹が痛くて普通にトイレでうんこしてたので、それでやばいもうすぐなっちゃうと思って、なんか私の担任って緩いんだけど、最初の挨拶にいなかったら容赦なく遅刻扱いにするのね。でそれであと1回でなんか5回目だったの、もう絶対に遅刻しちゃダメ でもうんこしたすぎて、でもうんこが止まんなくてもうずっとうんこしてたのね。キーンコンってなっちゃって、もうやばいと思って、もううんこを中断してもう拭いて、もうここで戻ったら中町遅刻言われて、終わったってなって、でそれで私はもう自由登校、みんなが学校いない時に私一人で学校行って、で反省文を書かなきゃいけないの、なんで遅刻したかみたいな、しかもそれをみんなの先生の前で読まないといけないのね。なんかさ、うんこしてて遅刻しましたなんてこと書けないじゃん。でそれで私はもう早く帰りたかったし、もう適当な字でこうやってあの本当に私の、 あの軽い気持ちでのトイレに行ってしまって、時間を見ずに行ってしまったのに本当に申し訳ございませんでしたみたいなことをバーって書いて、で1枚のページを全部埋めないといけない の最初に見せないといけないの、それを見せてから読まないといけないんだけど、スカートをね募集した先生にこうやって見せたら、字来たらもう一回やり直し、それでもう一回やり直しにされて、読みもせずにだよ、でみたいな、もう私本当になんかもうイライラともう焦りですごい字が汚くなっちゃってて、あまりましょやらされてもしょうがないと思って、もう綺麗な字で書いたんですね。でそれでじゃあ読みますみたいな言って、こうやって反省文をこう
よ読んだの。そしたらなんか、え、理由になってなくないみたいな、それ理由になってないからもう一回文考え直してきてみたいな言われて、ね、また考え直し、こいつ絶対サイコパスだよねと思って、でもうんこしたなんて書けないからもう頑張って、私は社会不適合者みたいなことをしてしまいましたみたいなことをもう適当に書いて、それでやっとじゃあ反省文書き終わったって、もう30分1時間ぐらいかかったのね。そっから反省文の次に一面全部に字を書くなんか やつをやんないといけないの。それで私の学校は商業だから、商業ってそのマスマスにも全部商業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 って全部埋めないといけなくて、でそれをなんかほんと6枚5枚ぐらい書かされるので、それでその先生たちもなんかな何考えてるかわかんないけど、なんか鈴木って書かされて、それ鈴木って私の担任の先生なので、なんでこれ鈴木にした、逆になんでここ鈴木にしたみたいな、そこ鈴木にする必要あると思って、まあ鈴木を書きまくって、でそれで門に出て挨拶しなきゃいけなくて、で掃除とかもしないといけないからこうやってて、おはようございますみたいな、後輩に挨拶するの。しかも私あの3年生はもう自由登校で誰もいないから、もう私一人しかいないから後輩におはようございますおはようございますみたいな言ってっていうのをさせられて、本当に私の学校は本当にサイコパスだと思いました。こんな感じで私はもう先生に毎日追われてるような学校生活を送ったんですけど、そう商業高校だからすぐ就職をする人が多かったから、社会を学ぼうみたいな感じの学校だったから本当にすごく厳しかったんですね。先輩の代とかの文化祭見に行った時に、本当に先輩たちがもう化粧バッチバチにしてスカートめっちゃ短くして文化祭にいたから、もうそういう学校だと思ってたのに、案の定入ったらもう地獄みたいな高校でした。2年生からの担任の先生がめちゃめちゃいい人で、もう本当に私担任の先生が良かったことが人生であんまりなくて、その本当に高校2年生からの先生が本当にいい人だったから、それでまあなんとか卒業できた、その先生のおかげで本当卒業できたって感じなんだけど、もうその先生からもね LINE が来たりして、私の高校で今あの中町のファンがいるんですみたいな言ってくるの、超可愛いんだけど、もう大好き、早くご飯行こうね。本当にクソみたいな学校だったんだけど、もうなんとか私の担任の先生とか、あと友達、本当に面白い子とか、もう本当に最高な人たちに恵まれたから、もうとっても楽しいね学校生活を送れたんですけど、もうこれから高校入るよって子はね、あの制服とかで決めないで、ちゃんとあの学校のねルールとか、そういう自分に合ったところに入った方があのいいと思います。こんな感じでね、私の学校生活の話をしたんですけど、あのぜひね今高校に通ってるって子はね、あの最後まで高校を楽しんであの通ってください。はい、それでは終わります。せーの、バイバーイ。